山県のウーラジー、はい、このように、非常に盛り上がった状況で、今日も始まりました水曜夜10時半でございます。山県のウーラジー、盛り上がっているたくさんの状況で、ね、始めたいと思います。生放送です、ね、遅いです、非常に遅いです、ね、このもう深い時間、このワロップさんでいうサーキット2の鳥の番組でございます。上山県の裏地10時半から生放送、この番組はですね、私役者をやっております上山県が、毎回いろんなゲストをお招きして、いろんなジャンルのゲストをお招きしてですね、もう見てる方も含め私にとってもいろんな勉強になること、吸収できることを学んでいこうという感じで毎週毎週やってるわけなんですけど、もう今日で25回目でございます。半年ぐらいね、ワロップさんにお世話になりながら、ずっと生放送で毎週水曜日させていただいておりまして、実は今年いっぱいであと2回カウント2に入りましたけども、2回で終了となるその貴重なあと2回目の今日でございます、今日も素晴らしいゲストを お招きしております。今日のゲストはですね、私上山健が来月出演する、これも送らせていただきたいと思います。青いトゲという、舞台がございます。さあ、その、ゲストをお招きしております、プロデューサーの加納秀人さん、田村幸太郎さん、高野芽衣さん、大日向田ひろみさん、はい、お願いします。みんなで、ガンガンこの来月1月25日からの舞台の宣伝をガンガンさせていただきたいと思います。今日は、てんやわんやで、はい、わんやわんやで宣伝をお願いしたいと思います。はい、しっかり一人一人喋ってください、はいね、プロデューサーから素敵なプレゼントも出るかもしれないですけど、ね、おー、なんだろう、ね、短い時間ですけれども、はい、45分あるんですけれども、はい、無料視聴の方々は、30分でございます、うん、30分以内にどれだけ力を発揮できるか、これはなかなかね稽古ではない、責任重大ですね、まあセリフ量の多い田村さんですから、今日はね非常にセリフを喋っちゃって時間も使っちゃうんだよね。ああそうですね、そのもありかもしれない、そのもありかもしれないじゃあ、一旦 CM ですね。